はい、こちらにもマゴチが綺麗だね。トライエーは仕立てっていう網で取るんですかね。はい、皆さんこんにちは。山口県の魚屋三百十番青山です。おはようございます。今日はね、朝からねコチをさばく機会がありましたんでね、1年ぶりにまたコチのさばき方っていうやつをねやっていきたいと思います。はい、ということでちょっとね朝のね忙しい時間帯なんで、まあいつものように短縮ってことでね、やっていきたいと思います。まあ悪く言えばね、手抜きみたいななんだわけじゃないけどね、やっぱ簡単で早い方がいいですからね。はい、そういう手順でやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあこちらね、今日朝昨日ね仕入れました生きたこち一晩生かしました。大きさ的には大体1キロ前後っていったところですね。これ1キロ超え、こっち一番小さいやつで900円ですね。はい、こちらをさばいていきます。はい、去年もやりましたけどね、去年は本当にねもう武将の極みみたいな感じでねやりましたけど、まあやっぱ正直こち入りはねさばく際にこの背びれっていうのはやっぱ一番危ないですからね。まあこれを取るのも簡単なんですけど、まあこれはね取ってからやっぱさばきましょうかね。やっぱこれ刺さりますんでね、痛いですからね。まあ一番簡単なのはキッチンバサミこれですね。これでプチプチっと切ってしまえばもう刺さることもありませんし、まあ怪我をするねリスクが減る分だけいいと思います。まあ腹びれの方もね一応はあるんですけど、まあそここれはねまあさほど気になりません。気になる方はまあどういうふうに落としてください。ハサミでやると簡単に落ちますんでね、まあとりあえずこれでねブスッと背びれが刺さることもなくなりますんで、まあこれを先にやっとくといいと思います。まあ私どもはねだいたいさばくときには包丁でこれも取りますけどね、ハサミのない方は包丁で背びれをこういうふうに落としていってください。はい、じゃあ次にですね、まあ本来ならね正直カメラの前で私鱗取ったりしないんですけどね、今日はまあとりあえずヒレも取りましたし、鱗はねとりあえず取っていきましょう。まあ料理屋さんなんかでね、おさめの場合は皮付きでねおさめることもありますけど、ほぼほぼ骨抜きまでやってね下処理してからおさめますので、まあ鱗はね皮むきと一緒に取れてしまいますんでね、あんまり取ったりはしません。はい、ということで鱗取りましたんで、じゃあさばいていきたいと思います。はい、まずこっちのさばき方、頭からね落としていきたいと思います。はい、胸びれこれと違う胸びれでしょうかね胸びれの下に包丁をこういうふうに入れる、こういう感じですね。それから薄く切り込んでいきます。こういう感じですね。そしてここから横にして V の字に包丁を2個入れます。こういう感じです。そしたらもうつながってるのが中骨だけだから、ここだけドンってやると頭落ちます。こういう感じ、こういう感じですね。はい、じゃあもう1個も入れます、このヒレの下に包丁を入れて薄く入れた後に頭の部分を鎌の下から V 字に包丁を入れていきます。そして中骨だけをドン、こういう感じですね。
ちらもね、あと磨いてね、これ煮付けにするとめちゃくちゃうまいんですよね。このほう肉とかね、カマとかこういったあたりも煮付けにするとめちゃくちゃ美味しいです。はい、まあこれはね、また機会があればやってみたいと思います。はい、じゃあこちらをね、磨いていきたいと思います。はい、今ね、これ撮影してるのは、まだ4月の最後ですね。よくね、こちは梅雨ごちとかね、言われるんですけど、まあ、梅雨のシーズンでもね、こちっと美味しいと思うんですけど、まあ、正直ね、こちら上なんかでもそうですけど、梅雨に入ってしまうともうね、ぶっちゃけもう、時期がもう遅いかなっていう感じなんですよね。だから梅雨に入る前、まあ、5月あたりなんか、まあ、特にこうやってね、見てわかるようにマコがね、今から大きくなる状態なんですよね、すでに。まあ、この時が一番魚っていうのはいいんですよね。どんな魚でもそうです。マコがバンバンに大きくなってしまうと、もうそちらの方に栄養を取られてしまいますんでね、身の方がね、あんまり旨味がないかなっていう感じなんですけど、このマコがね、育ち始めてるとこ、このぐらいの時がね、どんどん餌を食べてね、身にたくさん栄養を蓄えてますんで、一番美味しい時です。まあだから、まあこのコチに関しては今が一番いいかなっていう感じですよね。まあこれもね、個体差がありますんでね、取るとこにもよって違いますしね。まあその辺はね、その都度、なりを見て、あ、これはいいなとか、あ、これはもう遅いなっていうのはね、判断しております。そういうところです。まあ今日のコチはいいと思います。はい。じゃあね、さばいていきます。血合いをね、きれいに落としましょう。はい、じゃあ綺麗にね、磨けましたんで、こちらをさばいていきたいと思います。はい、まあこちをおろす際はね、本当にもう簡単に手早く済まそうと思えば、もう大名一択なんですけどね。まあ大名にするにあたっても、まあ、前回の動画でも紹介しましたけど、花身の方だけでもね、包丁1本入れておくとかなり取り身がね、最終的には変わってくると思いますんで、まあその手順でやってみたいと思います。はい、ではね、大名でおろしますけど、腹の方に普通の三枚おろしのように1本包丁入れておきます。ガイドラインを入れて、中骨のとこまで当たるまで包丁入れておきます。こういう感じですね、こういう感じ。はい、じゃあ下身の方もね、入れときます。はい、ここでね、滑りやすいんで、包丁こっち丸くてこうコロンコロンになりやすいんで、ちょっとでもね、滑らないようにこうやってタオルを置いてやるのもおすすめします。これだとね、滑らないしね、押さえにくい、押さえやすいと思います、この方がね。はい、これで下身の方もこういうような感じ。ここまで包丁入れとくと、あと大名にしても結構身が取れますんで、これはやってた方がいいと思います。はい、じゃあこのままね、大名おろしやってみますね。この大名おろしの時も、タオルをね、上身の時はやっぱこれコロンコロン倒れますんでね、タオルを下に引いて、このまんま大名に入っていったら滑らずにね、いけると思います。こんな感じです。はい、こうするとね、背の方だけをね、グッと押さえてれば腹はもう剥がれてますんで、綺麗に取れることができます。はい、
じゃあ今度は下身ですけど、下身はねタオルを置かない方がいいですね。もうあのコロンコロンになりませんので、タオルをのけてこのまま大目おろし。ハラミには包丁が入ってますんで、背の方だけにグッと力を入れて押さえるようにやるとかなり取り身がね良くなりますんでね、こんな感じ、ほとんどね残りませんので、これがまあ一番のおすすめですね。腹の方だけに包丁を入れる。はい、じゃあもう一個やってみますね。ガイドラインを入れて、普通の三枚のおろしのように真ん中まで包丁を入れておきます。はい、繰り返して下身の方にも包丁を入れておきます。はい、そしたら今度は大名おろしですね。最初の取っかかりだけ硬いですからね、ここだけちょっと気をつけてください。入ってしまえばね、ズルズルっといきますんで。はい、こんな感じで下身はタオルを外して大名おろし。はい、こんな感じです。はい、ほとんどね身が残りませんので、こういう感じです。はい、じゃあもう一本もやっていきますね。じゃあ3枚おろせましたんでね、次は皮むき。はい、これもね前回紹介しましたけど、皮をむく際頭からでも尻尾からでもむけますんでね、まあそれは自分のやりやすい方をやってみてね、あこっちの方がやりやすいっていうのがあれば、そちらでどちらがいいというのはないですけど、ただまあどちらにも言えることがね、皮をむく際にこのお尻の穴の辺、この辺がですね引っかかって皮が残ってしまう。まあ、どっちみちこっちっていうのはね、この丸にしてますんで、必ず1回じゃなかなか行かないんですよね。行くとしたらね、もう身割れしてペタンと下にひっつくぐらい柔らかいこっちならば剥けると思いますけど、こういう元気のいいやつはやっぱ丸っこいですから、一度で剥けませんので、一度で剥こうと思わずに2回に分けて剥くっていうふうに考えてもらえれば簡単と思います。はい、まあとりあえずね、その引っかかりをなくすっていうところだけねやってみますね。こちらのお尻の穴の付近、ここだけはね、まあどっちみちそんなに削るわけでもないし、こういうような感じでお尻の穴の付近のところだけをこう落としておきます。まっすぐね、そうするとここの引っかかりがなくなってね、割と簡単に剥けるようになりますんで、これをね全てやっておきます。ビラビラのところですね。はい、こういう感じで持っていきます。はい、じゃあ皮むきですね。まあどちらでもいいんですよね、頭からでもいいしお尻からでもいいし、まあどちらもやってみましょうね。こちらまず尻尾の方から、1回で剥こうと思わずに2回になっていいやっていうぐらいのつもりで、こういう感じですね。まあこれ少し残ってますけど、これはまあ1回にしちゃ上出来だと思います。このぐらいのねわずかな残りっていうのはもう全部このこれな、正式には何て言うんでしょう、骨抜き毛抜きではないんですよね。はい、こういったもんでね、ちょっとつまんでわずかなもんであればね、引っ張れば抜けますんで、はい、これで綺麗に抜けました。はい、こういう感じで、頭の方からでもね抜けないことはないんですが、ちょっとつかむのがね、取っかかりを作るためにこういうふうに少し剥がしてあげないとね、つかむところないんでね、
頭の方からでも同じように剥くことができます。なかなかね、この皮むきの時に一番難点ってね、この掴むところがないっていうのがね、これが一番やりにくいところですよね。掴みさえすればね、なんてことない。はい、こんな感じです。はい、これもね、腹側にわずかに残ってますんで、骨抜きを使って引っ張ってやるとつるんと抜けます。これで大丈夫です。はい、はい、こんな感じでね、じゃあ皮をむいていきますね。はい、じゃあこんな感じでね、皮むき終わりました。はい、じゃあこれだからね、究極の骨抜きをやっていきたいと思います。はい、はい、それではね、先ほど磨いたこちらのマゴチ、こちら骨抜きやっていきたいと思います。はい、まずね、準備するものはキッチンバサミ、こちらです。はい、こちらを使って、まずこちらの、まあ、裏側っていうんですかね、あの骨とひっついてた方、こちらのね、この先のこのぐらい、結構ね、骨の先っぽが太くてきついんで、こちらをまず軽くね、切り落としておきます。キッチンバサミでチョキチョキチョキ、こんな感じですね。はい、こんな感じで切り落としておきます。そして今度はひっくり返して、はい、こっちはね、この真ん中の骨、これがだいたい12から13本あります。これはまあどんなあの個体でも数は一緒です。そしてこの厄介なのがこっち側の腹側の方にある骨ですね。これがだいたい一番下からいくと6本から7本あります。はい、こちらの12から13、6から7本、こちらの先を、全てね、まずキッチンバサミで切っていきます。はい、まずはね、やってみますね。こういう風な持ち方、これね、意外とコツはね、こちらの左手の方にあるんですよね。こういう風に反らして抜く時も切る時も、こういう風な持ち方でやると上手に押さえる力がね、入りますんでね、抜くことも切ることもできます。はい、じゃあまずね、こういう風に反らしたら、一番後ろのここの突起があるところですね、これが骨です。なぜね、こっちの骨が抜けにくいかというと、身とね、骨がしっかりひっついてるんですよね。ですから、それと一緒に骨と皮を一緒に掴んで引っ張るから結局は抜けないんですけど、これをね、まずハサミで切り離してあります。はい、じゃあね、ハサミ入れてみますね。こういうような感じ、見えるかな。チョキンとやって先を出したら、こうハサミでこう切るような感じでチョキンとやります。こういうような感じ。そして次のもハサミを滑らしながら、こう身と骨を切り離していきます。チョキン、こういう感じですね。はい、こういうような感じで12から13本、こういうふうに切り落としていきます。こうすると骨と身がひっついてるとこが完全に離れます。そうすることによって骨がね、掴みやすくなるんですね。身を掴まずに骨だけを掴むことができますんで、まずこの先っぽだけをこういうふうに全部やっていきます。そして切ったら今度は腹側ですね。腹側も反らすとこう引っかかる、まあ骨のあるところが分かりますんで、そこに包丁を
包丁じゃないハサミをスッと滑らしながら入れて先っぽをこう露出させていきます。ちょうどねこの辺が一番難しいんですよね。背中側の骨と、腹側の骨がねこうだん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 狭くなって最後はここひっついてるんですよね2本。ここもねしっかり切っていきましょう。これを切っておかないと骨をね上手に掴むことができませんのでね。それともう一つ気をつけなきゃいけないのが絶対に最後の一番お尻の穴に近いところですね、ここ一本骨がねちょっと深めに潜ってますんでここはね先っぽでグッと中まで入れてその潜ってる骨の頭っていうやつをねこう出しましょう、つかめるように。これをねいつも抜き残すんですね。これを抜かないまんま刺身にしていくから結局あの骨がカチッと当たったりとかね、まあ骨こっちの骨硬いですからね、これが口の中に入るとねかなり違和感がありますからね。はい、あの最後のやつはこういう風に先っぽでグッと中まで入れて先っぽを骨の先っぽを出しましょう。はい、はい、ここまでやったらさあ抜いていきます。はい、これはね抜き残しを防ぐために順番にやっていきましょう。あの真ん中から抜いたりとかあのせずに必ず後ろから、そうするとね抜き忘れも防げますんで。はい、じゃあやっていきますね。今切ってね露出させたこの骨見た目にはわからないんですけども身と離れてますんで、これを骨だけをしっかりつかめばスルッと抜くことができます。そしてこの骨をねよりつかみやすくするためにはこの骨抜きのここの歯のとこですね、これを骨の後ろに入れてグッと押します。骨の後ろにカチッと止まりますんでグッと押します。そこでグッと掴むと骨だけを掴むことができますんで、この歯を使ってグッ、そして骨を掴んでするの、こんな感じ。持ち方はこうです。抜くところを一番頂点にするようにこういうふうに折り曲げて持ってください。はい、じゃあ次ですね、ここの歯を使ってカチッと当たるところでグッと押さえると骨だけがグッと出ますんで、こういうような感じで分かりますかね、骨だけがピュンと出ますんで、この骨だけを掴むことができればなんてことはないんですよ。身と一緒に掴むから結局抜けないだけで、この骨だけをこう露出させてしまえば簡単に掴むことができます。そして抜くことも簡単です。グッピッ、骨だけを掴んで引っ張る、こんな感じ。骨だけを掴んでちょっと上の方に行くと太いからね力入れますけど、はい、こんな感じでどん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 抜いていってください。この上の方硬いんでね、あの身が割れないようにこの人差し指でフォローしながらこういう感じ。ここがねまあコツといえばコツなんですよね。これだけでねギュッと引っ張るとやっぱり身はね破れていってしまいますんで、破れないようにこれで指で保護しながら骨だけをこういう風に引っ張ってみてください。ギュッ、こんな感じ。そうすると破れずに骨だけが抜けてきますんで、こんな感じ。そして腹ですね、腹も先一番手前から順番に潜ってたやつですね、ちょっと見えにくいんですけども先っぽが出てますんで先だけを掴んでヒュッと抜くとこういう感じ。これが一番潜ってるやつですね、よく取り残すやつ。はい、その上からはねもう 背中の骨と一緒ですから簡単につるんと抜けます。はい、こんな感じでじゃあ全部抜いていきましょうね。最後ね触手でしっかりこう骨が残ってないか、先の方はねやっぱ残りやすいんでしっかり
手で触ってみて、はい、これで全て抜くことができました。身もね、割れずにね、綺麗にこっちの本来の形のまんま、これで刺身を切ることができますんで、まあこれも正直言うと、まあ多少のコツもありますけど、まあやっていくうちにはね、本当に慣れますんでね、慣れればね、こうやって綺麗に磨くことができますんで、よかったら試してみてください。はい、ということです。いいね、美味しいですよ今。はい、じゃあこの流してね、やっていってみますね。まず裏側の太いとこだけを切り落とします。そして背中の骨、これを切るように骨と皮肌を切り離していきます。そして腹側、感触でね、この潜ってるところが分かりますんで、その潜ってるところに包丁の先っぽをグッと入れて、先っぽを露出さします。見えにくいんですけど、ここもう出てきましたんでね。はい、そしたらその次のやつもグッと、腹側にもね、6本から7本あります。はい、こういう感じで入ったら、後ろからこういう風にぶら下げるような感じで抜くところを一番頂点にしながら、そのさっき切ったね、この骨抜きでグッと押さえて露出させて、ビュッと引っ張る、グッと押さえて骨が先っぽを掴んだら簡単に抜けます。グッグッグッ、分かりますかね、骨が飛び出てる。これだけを掴むことができれば簡単に抜けます。ここでグッグッグッと、ここの刃を使って根元に当ててギュッギュッってやると骨が飛び出ます。これを掴んでスルン簡単でしょ。これをね、身と一緒に掴むとこれ抜けないんですよね。骨だけを掴むから結構スルッと抜けるんです。はい、こういう感じでね、やってみてください。ちょっとね、頭の方に行くほどね、太くなるんで難しいんですけど、しっかりこの2本の指でね、フォローしながら、押さえながら抜いてください。そうすると破れませんので。腹の潜ってる骨を気づかれた、
はい、こんな感じで全て抜き終わりました。はい、まあ本当にね、ちょっとしたコツっていうのはあるんですけど、まあやり方さえね間違えて投げれば、本当に簡単、思った以上にね簡単に抜くことができますんで、もし機会があったら試してみてください。